はい、どうも矢沢です。今回は仕事部屋から失礼いたします。昨日はですね、D1 グランプリドリフトのイベントですね、そちらを取材すべくお台場まで行ってまいりました。ムービースチール、登場したレースクイーンを、撮影してきたわけですけれども、ムービーの方がですね昨晩のうちに、アップしておりますので、ぜひそちらもね、ご覧いただきたいと思うんですけれども、今回この動画ではですね、私が撮影しましたスチール写真ですね、そちらの、セレクトしている様子、どんな風に選んでいるのか、何を重視しているのか、あとまあちょっと現場のね、エピソードなんかも交えながら、こんな風にレースクイーンの取材してるんですよっていうところを、お見せできればと思っております。女の子が好きで写真が好きな方、ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、画面を見ていただきながらお話ししていこうと思うんですけれども、私はですね Adobe の、ブリッジというソフトを使っています。 Lightroom 使ってる方多いんですけれども、私はこのブリッジに慣れちゃっているので、これで大まかにセレクトしてですね、選んだものを、開いてで、Photoshop で、補正なり、トリミングなりしていくという流れですね。はい。で、まあもうちょっとざっくり選んでるんですけど、この真ん中のエリア今動かしてますけど、ここにバーッとサムネイルがガーッと出る感じですね。で、まあすごく人数が多い場合はね、ブースごととかメーカーさんごとに、フォルダ分けとかするんですけど、まあ昨日は18人しかいなかったので、ちょっとまあそのまんま一つのフォルダに放り込んでいる感じです。で、今ここにローっていうねロゴの、フォルダありますけれども、昨日は一応ローでも撮ってきましたが、基本的に私はもう取材ネタに関してはもう JPEG 取っ手出しぐらいの感じでやってますね。はい、やっぱりウェブの媒体はやっぱりねスピード重視だったりするんですよ。のんびりね色補正なんかしてるうちにもう情報の鮮度が落ちていくので、もうかなりもう撮った瞬間にもうなるべく手をかけずに完成形に近いものにしたいと思ってやっております。はい。で、まずですね見ていきたいのが、画面の見方としてもここでね、選択したものが拡大されて、左側これもうデータ見せちゃいますけれども、こんな感じでいろいろデータ出ております。で、昨日は、本当はですね事前の動画でもお話ししてたんですけれども、アンブレラなりボックスなり持っていって同調ね、シンクロさせようと思ってたんですけど、結局ですね昨日風がめちゃくちゃ強くて、ちょっと風の様子をご覧いただきたいと思うんですけど、こんなとてもじゃないけどね、こんな状態でアンブレラとかねボックスとか外に、立てちゃったら、絶対に倒れちゃうんで、ウェイトをね乗せておいてもちょっと危険だなっていう判断をしまして、やむを得ず、まあ、通常のクリップオンのストロボに、パワーブラケットと、あとなんだ、そうですね、バッテリーパックをつけて、撮影してきました。で、まあ結果的にはそれ正解だったかなっていう感じもするんですけれども、まあその辺で、まあ、これから見ていただきながら、お話ししていこうと思います。で、まず最初このですねベイルサイドさんの、とこですけれども、まあこの動画で見せるっていう気持ちもあったので横位置写真をちょっと多めに撮ってきました。で、車ありきなんですけど、で、まあ今ざっくり選んだ中でこんな感じですかね。まあ後ろから逆光で髪の毛がね結構綺麗に浮き上がってますけれども、こっちからはストロボ光なので、まあレフよりはちょっと何て言うんでしょうかね、当てた感は出ちゃうんですけど、レフもですね昨日はもう最低限のスタッフ2人だけで行って、1人はムービー、1人はまあもう1人は私なんですけど、2人だけでやってるんで、レフもですね床っていうか地面に置いちゃっても飛びかねないんで、一応置ける時には置いて重し置いたりもしてたんですけれども、まあ、ほぼストロボ光で撮ってる感じになっちゃってますね。はい、まだこっちのね、方は逆光なんでいい感じにはなってるんですけど、はい、こんな感じですね。あんまりね自分は斜めの写真って好きじゃないんですけど、まあやむを得ずそういうものも入れなければいけない時がありますね。はい、これなんかねもうちょっとこのレザーのところにストロボの光が反射しちゃってて当てた感満載なんですけども、こんな感じになってますね。これもう一人の方ですけれども、こんなですね。で、ちなみにストロボなんですけれども、私は昨日は8分の1、マニュアルで8分の1で撮ってきました。
あんまりねバシッと強い光が当たっちゃうと、まあ、後ろはガクンと落ちてしまうので8分の1ぐらい、あとまあチャージのタイミングですね、バッテリーパックつけててもやっぱりある程度、フル発光してしまうとねもう時間がかかってしまうんで、でこっからが問題なんですけど、今度ね一つあれなんですね、ブースというか各、チームさんのテントがですね、まあ、こう並んでるわけですけど、こっち側から太陽が当たっているので、今のねベイルサイドさんの方はこう当たっているので逆光になるわけですけど、反対側のこっち側に並んでいる、チームさん、まさにここなんですけど、こういう感じでもうもろ順光になっちゃうんですよね。こういう感じになって、でもう普段あんまり傘を差してもらうと色がかぶってしまうので、あんまり傘は、好きではないんですが、まあ顔がね飛んじゃうよりはまだいいかというところで、今回あえて傘を差してもらいました。こんな感じで差してもらっています。こんな感じで、はい、これ目つぶっちゃってるんであれですけど、はい、まあこれもねちょっと斜めになっちゃってるけど、まあ、このロゴマークを入れるのが重要なので、こういうふうに撮ってみたりとか、そうですね、あとですねやっぱりこういうイベントごとになってくると、やっぱりねお客さんが当然たくさんいらっしゃったり、スタッフさんもいらっしゃったりするので、やっぱりねなるべく映り込ませたくないじゃないですか。やっぱこうやって入っちゃうんですよね、後ろ側にね。そうするとやっぱりね煽りの写真が多くなっちゃいます。なるべく下からこう煽ってあげて、まあ、空を多く入れることによってなるべく、いろんなものが映り込まないようにしているという感じですね。これはトヨタのガズーレーシングさんですけども、こんな感じで、この子フハアンナさんっていうんですけど、外国人かと思ったら思いっきり日本人でしたね。はい、で例えばこの辺横一ですけども、これはこれでありかなっていう表情なんですけど、キャンペーンガールさんということを考えるとやっぱりこういう笑顔かなっていうところの選び方ですね。あとはここにやっぱりちょっとね、ガズーのフラグが入ってる方がいいかなっていうところで、これをいくつかこうどれもいい感じの表情ですけどね、この子ちょっと魅力的でしたね。はい、でこんな感じ、多分これですね、今の中だったらこれ選びますね。で次の方もこの方も、ね、まあこの時ねあれだったんですよね、まあやっぱりこういう取材、屋外取材っていうのは風がねやっぱりもうこうなっちゃうんですよね。明るさとか色とかはまだ後で補正はできたりするんですけど、やっぱりこういう感じで紙になっちゃうがね、なびちゃって顔にかかってきちゃったりすると、もうこれはまあすごい手間暇かければ消せますけど、そこまでするあれもないので、すぐになるべく直していただいて、まあモデルさんも慣れたもんでね、こうやって髪の毛をねこうやってね触るふりをしつつ抑えるっていうね、これはモデルさん側のテクニックですけど、そういうことをしていただいたりしております。はい、かけ上げるような感じにしてて、髪の毛の乱れを風から避けるという感じですよね。はい、で続いて今度はこちらですね。はい、こうなってきますと、こちらにまた巡航のブースなのでなかなか苦労しましたけども、こちらも幸いはですね、まあ、この、リーダーといいますか小野さん以外のお二人は帽子をかぶっていたので、助かりました。でここもですねちょっと苦労したのはですね、さっきと同じですね、映り込みなんですよね。後ろ側にこう映り込んでしまうんですよ。でだったら反対側向きに立たせりゃいいじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけど、そうすると、まあ、向かいのね、メーカーさんっていうかチームさんの、旗やら何やらロゴやら入るんで、一体どこのチームの撮影してるんだっていう感じになるんで、背景がなかなか変えづらいんですよね。で車のねもうちょっと後ろ側に立ってもらうと、今度向こう側のね奥行きは出るんだけれども、向こう側のいろんな、他チームのものが入ってくるというところで、ちょっと膝ついて座ってもらったりもしたんですけど、ちょっと光的には厳しいかなって感じですよね。まあこういう感じで切り取るのもありかなとも思うんですけど、まあ1枚くらい混ぜてもいいかな、そんな感じですね。はい、こういう感じで、ここもですね、この帽子が一つポイントで、
例えば、まあ、今ここで横位置で何枚か撮ってますけど、これ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 ですね。で、どっち撮るかなっていうと、ポージング表示用っていう点ではこれがいいなって思うんですけど、この辺のね、鼻の頭とか頬に直射が当たってるのが気に入らないなっていうところで、あえてこっちの方を選んでみようかなって感じですね。これはちょっと表情硬いのと、ここはね、ちょっとこれも当たっちゃってる、これも当たっちゃってる。で、これでちょっと明るさ持ち上げてあげたいかなっていう感じでしょうかね。はい、これなんかも、まあ皆さんこの新人っぽいですけどね。まあ帽子が合うと厄介な時もあるんですけど、今回はまあ日差しが避けられたので、まあありがたかったなという感じですね。はい、で次東洋タイヤさん、こちらもまたザ巡航だったんですよね。でもここはやっぱこのロゴを入れたかったんで、もう巡航承知でここに立っていただきました。はい、ただまあやっぱ個別の撮影の時はちょっとなるべく避けたかったので、あえて横で後ろ側に立ってもらって、斜めからね、こう下から煽るような感じにして、こういうふうにして撮りましたね。これなんかロゴマークが入って、でこのモンスターね、ドリンクのモンスターさんは大会全体のスポンサーさんなので、これはむしろ入ってた方がいいだろうというところで入れてるんですけど、まあ、こんな感じ、かなり苦肉の策でやっておりますけども、はい、でもまあまあ、ね、髪の毛にもハイライト入ってるし、ね、後ろからの、あんまり人もぐちゃぐちゃいないっていうところでいい感じにはなったかなと。まあこういうのも結構現場判断が問われるんですけどね。これはこの辺の人たちがちょっとって思いますけど、まあある程度イベントごとでは割り切らなきゃいけないから、こっちの方がいいかな。あ、ちなみにブリッジって右クリックするとこう出てきて、ラベルっていうのがあって、これ選択っていうと赤いのがつくんですよ。ね。で、ラベル、こういうラベルなしで、ここを押すと、ラベルつけたのだけがダーッと出てくるんですけどね。はい、こんな感じで出てくるんで、それで選んでやってるって感じですね。で、ラベルもいろいろあって、この第2候補とかすると黄色になったりするんで、そういうのもあったりするんで、わりかし私はこれ重宝して使ってるんですが、意外と周り使ってる人いないんですよね。でですね、まあ、続いてこちらも巡航ですね。まあ、車ガッと入れたのと、まあ、グッドライドの旗を入れたい。これもそうですね。斜めにしたくないけど、やっぱりしないとこのグッドライドがいい感じで入らないので、もうここは割り切って入れました。はい、で続いて、ここですね、このタイヤメーカーさん、新規のタイヤメーカーさんらしいんですけれども、ここは人気のレースクイーンがね、まあ、D1 シーズン通して順繰りに立つらしいので、まあ、要注目のブースですけれども、今回は、レースクイーン大賞でも過去にグランプリに輝いた、左側の清瀬真智さんと、右側、常にもうレースクイーン大賞ではもう大賞候補に入る、ノミネートされていることが大越志穂美さんですね。まあ、キャリア的にはベテランといって、まあ、ベテランで言うと失礼なんですけど、まあキャリアのあるお二人ですけれど、さすがの人気でしたね、やっぱりね。でこういう感じで撮らせていただいたんですけど、この時ね、ここまで良かったんですよ。ここまではね、一気に青くなって暗くなって、実はこの時太陽が一瞬雲にかかってしまいまして、でね、この辺で撮ってたんですけど、ちょっとなってっていうところで、あと雲がね、すごい小さかったんで、ちょっと待っていただいて、まあ1分ぐらいでしたけどね。で、こうやって明るくなる。まるで違いますよね。全然違うよね。こんなでも、まあもちろんこれ明るくすることできますけど、やっぱりこの辺の髪の毛の浮き具合とかっていうのは全然日差しがあるかないかでは違いますよね。で、ここも途中で、あ、気がついてよかったなっていう、これミスショットだ、消しちゃおう。削除はこれね、これ分かりますよね、ストロボ当ててるんでこう光っちゃったんですよね。で、まあもちろんね、この文字を読ませるわけではないんですけれど、やっぱり仕事としてね、やってる人間としてこの写真は恥ずかしいから出せないですよね。で途中でストロボ切りました。もうこれはいいやと思って、どっからかな、この辺からかな、この辺はもう切ってますね。はい、こんな感じで、あとはこの辺の後ろのこの辺のね、
文言とかこのフラグなんかもちょっと入れたいなと思ったんで、この辺なんかもちょっと下から煽り気味で撮っております。ね、ちょっと斜めになっちゃうけどしょうがないかなっていう感じですね。で、清瀬さんですね、こういうまあ取材でもう数えきれないぐらい撮ってるんですけど、こちらのお二人はかなりやっぱり大きなイベントだと人数稼がなきゃいけないんで、一人一人がだいぶ駆け足になっちゃうんですよね。で、今回も決して余裕があったわけではないんですが、まあ全体の人数が少なかったっていうのもあって、普段よりはちょっと気持ち 1,2 分長めですね。で、ありがたかったのがこうやってね、自分からタイヤの方にこうやってホースでついてもらって、で、これなかなかね、で、どの辺からかな、この辺で、ああすごいいい表情になってきたなと思ったんで、ここで一気にレフで起こしました。こうやってもう自分の体に立てかけるような感じにして撮りましたね。この2枚かな、この中だったら。この柔らかい表情とね、ちょっとアンニュイな、ね、感じですね。この2つあたりが入れたいかな。これとこれ微妙だけど違うよね。ね、この辺はやっぱりあの表情とかポージングで使えない写真が多いモデルさんでね、使える写真を選ぶのに悩む子もいれば、なんか落とすの、ね、これも出したいな、これも出したいなっていうね、やっぱり打率が高い、ね、モデルさんってやっぱり魅力的ですよね。絶対いいものが出せるし、間違いないもの出せますしね。清瀬さんなんかはやっぱりそういう一人ですよね。まあ、人気があるのもわかる気がします。で、今度はアップガレージさんですね。この前、コスチューム発表のね動画載せてかなり皆さんご覧いただいた みたいですけども、で、この時はね、ライブの後だったんですよ。アップガレージさんね、毎年 CD 出されてね、ステージパフォーマンスとかそういったところも、熱を入れているチームさんなんですけど、で、もともとドリフトエンジェルスっていうだけあって、アップガレージさんはもともとドリフトからスタートしてるんですよね。今スーパー GT の300クラスの方にも参戦してますけれども、で、久しぶりに、このドリフトエンジェルス10周年なのかな、で、戻ってきてくれました。妹部のね、妹取りっていう2人もいるんですけど、今回はね、メインの4人ですね。で、コスチュームがね、ライブだと違うんで、まあそれはそれで貴重だなというところで、この衣装で撮らせていただきました。集合だとこんな感じですね。ストロボも当てております。はい。ストロボ当てた、サーキットでストロボ当てたのかなり久しぶりですね。下手すればもう、17、8年ぶり。もう本当に駆け出しの頃なんかは、なんかね、スタッフ連れていくような余裕もなかったんで、全部一人でやってたんですよね。それ以来かなっていう感じですね。まあ、ここまだ選んでないんですけど、こんな感じで、神尾さんも、これもね、結構巡航に近かったんですけども、かなりテントの後ろ側で無理やり半逆光ぐらいにして撮ってますけど、ね。まあ、この辺も、あ、後ろ姿はダメだな、削除。はい、ね。かなり駆け足でしたね。これだいたいもう一人1分半ぐらいかな、かなり早切りなんで私、はい、もうもたもたしているともうどん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 ね、サーキットでは時間が足りなくなっていくので、とにかく、決めたポージングアングルで機械的に撮っていくという癖がついてしまっているのがいいのか悪いのかっていうことなんですけど、まあやっぱり取材は効率なんで、やっぱりいるんですよね、現場でもやっぱり、ね、不慣れな方だったりすると、プロの方でもわりかし時間かけてしまってて周りが迷惑してるっていう時もたまにあるので、そうならないようにというところで、私はかなりスピードを重視してやっておりますね。はい、まあこんな感じでしょうかね。ここでまあ選んだ写真はあのレースクイーンナビっていうフェイスブックページなんですけれども、そちらの方に掲載します。まあ、実際どんな写真が選ばれたのかっていうところも見ていただければと思うんですけれども、はい、まあ、そんな感じで、今回は、仕事部屋からお送りしました。またね、近々レースクイーンの動画またアップしていきたいと思いますので、またね、写真の、関連のお話なんかもできればと思っております。興味のある方ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。